はい、えー、お知らせです、まあ。何度も何度もね、あのー、お知らせとかやってるって、えー、申し訳ないんですが、まず1点目、あのー、当面の間なんですが、あロトシックスの方、えー、ホーラインカードの方、えー、先週もなんですけど、あの木曜日のって上げてないんですね、アップしてないんですよね。はい、それはやっぱり、ロト7をあの予想するのに時間が足りないんですよ。 結局自分は買ってはいるんですけど、ロトシックス木曜日のも。動画にするとなると、買いに行って、えー、で、動画に起こすってなると、またそれプラス1時間かか,か,かっちゃうんですよ、はあ。1時間以上かかっちゃうんですよね。あんな短い動画でも。あ前にも言ってたかもしれないですけど。で、当面の間、ロトシックスの方は、あの月曜日の抽選の予想動画のみ。 にさせていいいたただきななと思います、えー、なんでかって言いますとね今まではあの自分仕事の関係もあって金曜日も休みだったりとかして金曜日、あのー、遠出してあのー パワースポット行って抽選ライブっていうのはできてたんですけど、えー、金曜日休みっていうのは相当ないないんでこの先はでまああの抽選ライブね一応、あのー、今週もや今週は各週でやろうと思ってますで今週はね、あのー、近場の自分、えー、ホテルで、えー、やろうかなと思って 予定しますただロト6のホーラインカードを、あのー、まあねぶっちゃけ言うとねロト7の、えー、予想がですね、あのー、ギリギリなんですよいつもあの当日の、えー、ギリギリまで予想してギリギリで買うっていうパターンなんですよねで、えー、今週なんかはうん 木曜日にじゃないな、えっ、ー、と、金曜日の朝までに一応結論出しとかなきゃいけないなっていう感じになってるんで、で、今までもちょっと時間足りなかったんですよ。で、その間に、ロト7予想しながらも、ロト6の木曜日の、えー、ホーラインカードを動画作ってアップしてたんですよね。 はい、それがやっぱり厳しいなということでで高額当選取るためにはあのー、まあ自分取ってるから言えるんだけどあの取、ー、ってる時も取った時もそのロトセブンの予想動画を23週休みましたよね僕でパワースポットも行きつつだけど休んでましたよねはいで体勢万全な状態でないとあのー そうですねとんでもない数字選びがちなんですよねだから結局ねあの予想する時間がないんです <laughs> はっきり言ってなのであのー、ロトセブンに本腰をね入れつつあるんですよ最近だからあの異常なまでの尋常じゃないパワースポット巡りかなりやってますよねあの当てるために行動を起こしてるためなんですよ あの六数字やってて、あのー、あ、これだけのことやってこ、やっとここなんだって分かったんで,で、あのー、で、神社巡りとかパワースポット巡りやってて、あこれ意味ないだろうと思う人もいるかもしれないですけど、意味ありますんで、あのー、実際に当ててる人っていうのは、こうしたこともやってるしで、自分なんかもそのパワースポットの地に行くと、ヒントもらえたりとかするんですよね。 実際にまあこれはだからやってるかやってないかで全然違うんで自分としてもこのバロメーターっていうかなのであのー「ロタスブ本格的にね、あのー、当てにいってるっていうあのーえー、マジになってるっていうことなんですよあちょっと途切れちゃいましたけどマジになってるっていうことなんですよねはい。であのー ウ i ンファイブの予想とか競馬予想っていうのも、あのー、まあ、できる時とできない時があると思います。今週末もちょっとできるかどうかわからないです。あの、ちょっとパワースポットも予定してるんで、で、年内で行きたい、行こうと思ってるパワースポットのノルマっていうのもあって、で、それは動画に起こしたりとかはしてるんですけど、あのー、無理をしてね、 あの、ま、で、あのー、予想動画を上げるかってなると、ちょっと厳しいところがあるんで、そこはね、あのー、ま、上げれたら上げるっていうスタイルになってくるのかなと思います、今後。はい。あの、それだけ、あのー、セブン、まあ、本腰入れてるんですけど、自分は法則とかも掴んでるから、あえて言いませんけど、あのー、それだけ、 あの夢じゃないなっていうレベルのところまで来てるんで自分ははいなのであの本腰入れたいなっていうことでのちょっと作業的な面も含めてねあのえー、ちょっとセーブしようかなっていうことですえー、以上です